にちは。風船愛好会です。今日はこれ。胴長の、私みたいな胴長の、ワンちゃんですね。ダックスフンドとかミニチュアダックスフンドとか、呼ばれてますけど、これを作っていきたいと、思います。では、最初から説明していきますので、ご覧ください。では行ってみたいと思います。どれぐらい入れるかというとですね、これぐらいですね。これぐらい入れてどうすんだと。ちょうど6センチ。指わかりますかね、3本分くらいですね。一番さ、基本の犬の時は10センチぐらいでしたけど、これは、これぐらいやって、で、顔の部分をですね、これは10センチよりちょっと長くですね、指7本分ぐらいですかね。これぐらいですね。それで耳も、耳は10センチぐらいですね。それで首もですね、結構長く、ここの部分と同じぐらいで、指7本分ぐらいですかね。で、いきます。で、足ですが、ここ、胴をどれぐらい取りたいかにもよるんですけど、これですと、こう、1、2、で、これで20センチぐらいですね。もうちょっと取りたいんで、30センチくらいは取りたいんで、それで、これを見てあげて、10センチじゃ長いんでね、指、4本分ぐらいですかね。8センチぐらいですかね。ということで、取ってあげて、胴をこう、で、ちょうどいいぐらいのところで、この胴、足と同じぐらいの、これぐらい。これじゃちょっと短いか。これですね。で、4本分ということで、尻尾はそんなに長くいらないですから、かわいらしく取ってあげて、一旦こうと、こういうふうですね。それでこうちょっと取れる心配があるときはですね、こう中を通してあげれば大丈夫です。これでもう取れませんか。それで、これでダックスフンドといっても、大体承知してもらえないと思うんですけどね。これを実は逆にしましてですね、こうですね。こういうふうに、後ろ向きというか、それで、これをですね、こっち側、これをこっち側、これをこっち側、これをこっち側にこうやってはめるんですね。で、手でこういうふうにはめても、こういうふうにはめてってもいいですが、一気にこのやる方法として、こうした台があればですね、ちょっと今使ってる台が不安定なんですが、テーブルみたいなとこがあれば、このまんまここでグッと、ああ、ダメですね。押せば、すみません。台が、持ちません。簡易台なんで、ここで、グッと押してですね、こういうふうになるんですけど、押してあげるとね。それをすることによって、ここに、こう、一発ではめてあげることができます。ちょっと下は台がちょっと使えないんで、
こういう形ではめますけど、こういう風な感じでね、まあ、もちろん手で今みたいこういう風に手ではめても全然問題ないんですけどね、子供さんなんかの前で作る時には、まあ、テーブルかなんかあったらフィッとこうやってあげれば、ちょっと、あのプードルの尻尾を膨らませるのと同じで、あっとかって思っていただけるかもしれません。では、全部映ってるかな、映ってると思うんですが、ではこれでまた、やってみてください。では、またの、機会を楽しみにしてください。